はい、こんにちは、116インズです。現地8月1日のトレードデッドラインまでちょうど2週間に迫ってきました。まだ活発にトレードが成立しているわけでもないですが、トレード市場も徐々に動きが出てくる頃でしょうかね。そろそろトレードデッドラインをどのような立ち位置で迎えるかを決めなければいけないチームもいまして、特に開幕時点ではコンテンダーだったはずが、今なおなかなか勢いに乗れていないチーム、プレーオフ進出が現実的に厳しいと感じるようであれば、来季以降も見据えて今年は売れる選手を売るという判断も必要になってくるのかなと。今回はその中でもメッツ、カージナルス、パドレス、マリナーズ、エンゼルスといった少しプレーオフが遠いチームがもし売り手に回った場合、どういった選手たちが動きそうかをチェックしていこうかなと思っています。はい、まず最初はニューヨークメッツ。メッツは現地7月17日終了時点で43勝50敗で NL 東地区4位、地区首位まで 18.5 ゲーム差、ワイルドカード圏内まで 8.5 ゲーム差ということで、地区優勝はかなり絶望的。ワイルドカードも正直ちょっと遠いような状況となっています。コーエンオーナーは6月末の時点で全ての可能性を模索しているとしながらも、チームの状況が改善しないようであればトレードデッドラインで決断を下さなければならないとコメントしていましたが、あれから1ヶ月ほど経ってメッツが劇的に前進しているわけでもないことから、売り手に回る可能性は高くなっていると考えるべきでしょう。メッツは使えるお金が他球団とは桁が違うため、基本的に売るとしても今季限りで契約が切れる選手が中心となるでしょうが、一番注目を集めそうなのがデイビッド・ロバートソン。主にクローザーとして今季37試合で防御率 1.96、WBC で負傷したディアスの穴を見事に埋める活躍で、チャップマンが早々にいなくなったブルペン市場で一定以上のリターンは見込めそうかなと。ソリッドな選手で言えばトミーファームが今季 OPS8 割2分3厘と攻撃面で復活のシーズンとなっていまして、特に左投手相手に結果を出していることから、右の外野が欲しいチームにフィットしそうですし、マーク・キャナも両翼をしっかり守りながら平均以上の打力は見せてくれていますので、こちらも興味を示すチームは多そう。一方でロングショット可能性がやや低そうなのがマックス・シャーザー。今季オフにオプトアウトで FA となれますが、シャーザーの場合成績からしてオプトアウトするかやや微妙であり、また FA とならなかった場合は来季年俸が4333万ドルとミドルマーケット以下のチームでは負担が重すぎるため、そこが少しネック。どうしてもエースを加えたいチームが思い切って動く展開があるかもくらいでしょうか。続いてはカージナルス。41勝53敗で NL 中地区最下位、地区首位及びワイルドカード圏内までは共に11ゲーム差ということで、こちらも徐々に時間切れが迫りつつあります。カージナルスがまさかこれほどまでに転落する展開は開幕前に思いもしませんでしたが、こうなってしまうと来季も見据える必要がありそう。カージナルス編成トップのジョン・モゼリアックはすでに何らかトレードには動くとはコメントしていますが、ただカージナルスは今季ダメだからといって来季以降を諦める必要があるようなチームでもないため、こちらも契約が今季限りの選手を放出するのが基本線。あとは少しダブついている外野陣の整理に動くかがこの夏の焦点といったところでしょうか。契約が今季限りの選手で言えば先発のジョーダン・モンゴメリーは市場の目玉という感じではないかもしれませんが、それでも今季防御率 3.23、 ウィンザーオールプレイスメント 2.2 と好成績を並べていますので、先発を強化したいチームからかなりの興味を引きそうですし、ジャック・フラハティもおそらく同様。シーズンの防御率は 4.29 とモンゴメリーに劣るかもしれませんが、5月9日以降は防御率 3.22 と悪くはないので、こちらも獲得に興味を示すチームは出てきそうですよね。ブルペンでは最速100マイル以上の速球が売りで、今季から奪三振が増えたことで支配力も増したジョーダン・ヒックスもコンテンダーのチームからすれば魅力的に映りそうです。外野の整理で言えば、2年前に MVP 級のシーズンを送りながらも近年結果を残していないタイラー・オニール、打撃が伸び悩んでいるディラン・カールソンあたりがまずは放出の候補でしょうか。一方でたまにゴールドシュミットやアレナドの放出もあるのではみたいな記事も見かけますが、来季コンテンダーに戻る予定のチームですので基本その可能性はないと思っていますし、外野を整理したいとは言ってもヌートバーやドノバンなどは基本残す方向でしょうか。ただカージナルスはマリナーズのローガン・ギルバートに興味があるようで、ギルバートくらい長期間保有できる先発を狙う際にあるいはといった具合でしょうか。続いてはサンディエゴ・パドレス。44勝50敗で NL 西地区4位、地区首位まで 10.5 ゲーム差、ワイルドカード圏内まで8ゲーム差ですが、パドレスはちょっと動きが読みにくいチームなんですよね。今オールインしていることもそうですし、フロントの気質的に8ゲーム差くらいだったらトレードデッドライン諦めずに買い手で突っ込んできてもおかしくはなく、売り手に回る可能性が高いとまでは現段階では言えないのかなと。ただもし売り手に回るのであれば、贅沢税の課税ライン超過を4000万ドル以内に抑えておきたいですかね。パドレスはこのままだと来年のドラフト1巡目指名の順位が10個後退するペナルティの対象となってしまうため、プレーオフ進出が厳しいようであればペイロールの引き下げを図りたいところ。そういう意味では FA を控える2人、先発のブレイクスネルとクローザーのジョシュ・ヘイダーは
年俸もそれなりに高く、トレード市場に出れば即目玉クラスとなるため、ペイロールを下げつつマイナー補充も期待できる選手たちです。スネルはパドレスに来てからパッとしない日々が続いていましたが、今季はかつてサイヤング賞に輝いた当時を思い出すようなピッチング、5月31日以降は防御率驚異の 0.51 とほぼ打たれておらず、プレーオフに向けてエース格が欲しいチームにはうってつけかなと。またヘイダーも昨年中盤の不振を見事に払拭するシーズンとここまでなっていまして、37試合で防御率 1.03、 フォアボールはやや多めかもしれませんが、打球指標はほぼ完璧ですし、プレーオフなどの緊迫した場面で絶対的な信頼を受ける、そういった場面で支配的な投球ができるヘイダーが完全に戻ってきた印象です。この2人が出てくるかでトレード市場の様相はガラッと変わりそうです。一方、さすがにないだろうと思っているのがフアン・ソトのトレード。来季まで保有できますので、今なお莫大な対価を期待できそうですが、昨年マイナーをほぼ売り払うくらいの勢いでソトを獲得し、オールインしてきたパドレスですので、来季すらも諦めるような動きには出ないだろうというのが個人的な考えです。はい、続いてはシアトルマリナーズ。47勝46敗で AL 西地区3位、地区首位まで8ゲーム差、ワイルドカード圏内まで 4.5 ゲーム差ということで、前の3チームと比べたらまだまだ戦える位置にはつけていますし、現状では完全に売り手に回るほどでもない。買い手と売り手両方をやる可能性についても以前の動画でお話したところであります。月末までにどんな戦いを見せるかによってトレードデッドラインでの立ち位置が大きく左右されることになりそうですが、仮に売るとしてもマリナーズはそこまで売れる選手もいないのが実情となっています。売るとしたらまず一番に候補に上がるのがテオスカー・ヘルナンデス。今季はまだ本来のバッティングを発揮できてはいませんが、6月以降徐々に調子を取り戻しつつあり、移籍先によっては打線の中軸を担うこと自体全く問題はないのかなと。市場の目玉クラスかと言われると今の成績では少し弱い気がしないでもないですが、テオスカーが本来の実力を発揮した時ほどの打力を見せられる選手も今年の夏のトレード市場には少ないと予想されますので、興味を示すチームはそれなりには出てくることでしょう。もう一人ソリッドな選手として注目を集めそうなのが控えキャッチャーのトム・マーフィー。今季はここまで出場機会は多くはないですが、110打席で OPS8 割4分5厘とキャッチャーとしてはかなりの打力を披露しています。例年左投手に強い選手ですが、今季は右相手にもしっかり打っていますので、キャッチャーの打力アップを図りたいチームにはフィットしそうかなと。盗塁阻止やフレーミングに課題が多い点はネックかもしれませんけどね。この他マリナーズではクローザーのポール・シーウォルドトレードの可能性を上げる声もたまに見かけますが、個人的には来季もそこまで高くはないであろう金額で保有でき、かつブルペンでただ一人3年間しっかり成績を残している選手を出すのはちょっとなぁと思う部分もあります。対価次第ではあるでしょうが、基本はキープの方向と予想しています。まともにトレードの可能性がありそうなのはこの3人くらいでしょうか。そして最後はロサンゼルスエンゼルス。47勝48敗で AL 西地区4位、地区首位まで9ゲーム差、ワイルドカード圏内まで 5.5 ゲーム差ということで、先ほどのマリナーズとほぼ同じようなポジションですね。エンゼルスは前半戦最後に突如失速し、貯金を使い果たしてしまったばかりか、トラウトをはじめとして故障者がまたも続出していることから、なかなかフルメンバー揃わない点においてもかなり苦しいチーム状況にありますよね。大谷さんのラストイヤーに備えてデプスを丁寧に整備し、トレード戦線でも早めに動いてもこれですので、フロントがある程度できる範囲のことはしっかりやったにもかかわらず、今の状況というのはいささか不憫ではあります。大谷さんとトラウト2人のスペシャルなタレントがチームに確実にいる最後の年である以上、プレーオフ進出が現実的である限りは多少無理してでも突っ込むと思いますし、そうあるべきだとも思いますが、とはいえ月末までにもしもこれ以上沈むようなことがあれば、将来も見据えた決断が必要な時が来る可能性もゼロではないでしょう。売り手に回った場合、トレード市場どころかこの惑星最大の目玉である大谷さんをどのようなパッケージにて手放すとか、残りの保有権が短い以上、昨年ナショナルズが外を手放した時ほどのパッケージとはならないでしょうが、それでも球界全体のプロスペクトランキングトップ100相当の選手2人に、参加トップ10、トップ15クラス2人くらい、60試合強のレンタルとしては十分すぎるパッケージを得ることはできるでしょうか。移籍先にもよりますが、大谷さんと契約延長できるレベルに資金的余裕のあるチームへの移籍となれば、2、3ヶ月間自分のチームの良さをアピールしつつ、FA 市場に出るまで契約延長に向けた独占交渉権もある意味ついてきますので、単なる後半戦以降の戦力としてだけではなく、こういったところも含めてプラスと考えたチームがどこまでエンゼルスにとって魅力的なパッケージを提示できるか、場合によってはリーグの勢力図すらも変えかねないトレードとなりそうです。エンゼルスがこの他動かすとしたら、ブルペンのマット・ムーは故障明けというところにやや不安は残りますが、今季防御率 2.00、 昨年も結果を残していることを考えればブルペン補強を目論むチームが狙っても良さそうですし、外野のハンター・レンフローに関しても今季のシーズン成績自体はほぼリーグ平均程度とはいえ、長打力を買う需要は多少なりともあるでしょうか。今回はなかなか勢いに乗れないコンテンダーたちのトレード候補を見てきましたが、残り2週間で各チームはどんな決断を下すのか、一番やはり大谷さんの動向ですが、こちらもどうなるのか、気になるポイントが本当に多い今日この頃です。そろそろね、大きな動きが来てもいいんですが、我々ファンを圧倒驚かせるようなトレード来るんでしょうか。
ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですねメルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。